この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は3月24日から始まる高崎映画祭を紹介します。1987年に始まった高崎映画祭は今年で32回目を数えます。日程としましては3月24日から4月の8日まで16日間開催いたします。会場としましては群馬音楽センター、高崎市文化会館、高崎シティギャラリー、高崎電気館、シネマテイク高崎の5会場で開催いたします。映画好きが集まる高崎映画祭のスタッフおよそ50人、さまざまな思いを胸にボランティアとして高崎映画祭を支えています。もともと映画が好きで、好きな映画が高崎映画祭ですとかシネマテイク高崎で多く上映されていることが多くてよく通っていました。通っているうちに自分も運営として携わりたいと思って参加するようになりました。高崎映画祭で上映される数々の映画がとても私は大好きで、以前から通っていました。で、授賞式を、見た時に本当に感動して、でそこにぜひ自分も、参加して感動を届けられるようなことをしてみたいなと思ったのがきっかけです。なんかボランティアがしたいと思った時に、新聞紙上に、募集がありました。でもうこれだと思いまして、すぐ応募しまして採用させていただきました。今年からなんですけれども、まだ勉強中ではありますが、皆さんに喜んでいただけるように頑張りたいと思います。今年は全68作品が上映されます。今年も一作品一作品とても深いメッセージ性のある、素敵な作品が上映予定となっております。都会に行かなければ見ることのできなかった映画を群馬で見ることができるということをテーマに行われていますこの映画祭ですが、近年では高崎に来るからこそ見れる映画を求めて全国からお客様にご来場いただき、スタッフ一同本当に感激しております。そして注目を集める授賞式は3月25日群馬音楽センターで開かれます。高崎映画祭授賞式では毎年著名な監督や俳優をお呼びして華やかに開催しております。授賞式券はただいまチケットピアで販売しておりまして、当日も群馬音楽センターで午後2時半から販売いたします。普段テレビや映画の中でしか見ることのできない監督や俳優さんに直接会える機会ですので、ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場ください。3月24日から始まる高崎映画祭、詳しい上映日程については高崎映画祭の事務局またはホームページでご確認ください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。